ハロー YouTube、 速稼塾の久保でございます。最近ね、持続化給付金とか定額給付金ですか、定額特別定額給付金ね、あれの再配布があるんではないかな、もしくは再配布を実現するために官邸にメールを送りましょうとね、私はね動画をどんどん上げております。というのが、国民の声が集まればやっぱり何かが変わると思ってるんですよ。いや、仮に変わらなくても行動してみませんかってことなんですよね。で、そういうこと言うとね、そんなことやっても無駄だよとかね、それから菅直人じゃないや菅義偉さんですね、もう失礼しました、菅総理に騙されるなよって、何真に受けてんだよっていうね、そんなコメントも飛んできたりするんですよ。それはごもっともでございます。じゃあ分かりましたと、じゃあ呼びかけをやめるんだら代わりに何をしたらね、なんか希望があるでしょうかっていうふうに私は聞きたいですね。官邸にメール送っても無駄、それを言うのももっともかもしれませんけども、だったらじゃあどうしましょうかってことなんですよ。何をすればいいでしょうか。投資でもすればいいんですかね。投資はやってますよそして投資は誰もができるわけではありません。だからできる人だけは投資をやればいいと思うんですよね、うん、で、あとビジネスでね、儲ける、それも一つの手でしょう、まあ、ビジネスもねしっかりやらせてもらってますけども、これもねみんながみんなうまくいくとは限らないんですよ。そこにはばらつきが出ます、差が出ます。だから特別定額給付金がいいんじゃないかなと思うんですよ。これね、メールは誰でもできるわけですよ。そして特別定額給付金はビジネス上手な人も下手な人も、投資でうまくいく人も投資の初心者もみんなね、ブワッと一律に配られるわけじゃないですか。で、一部の人はね、そういったもらったお金によって堕落するって言いますけども、堕落別に OK じゃないですか。どんだけ人が堕落しても、堕落しない人もいて、うまく世界は回ると思うんですよ。じゃあ全員が勤勉なのか、誰が勤勉なんだっていうことになってきますよね。全てこれ相対関係ですから、堕落してサボる人もいるのも社会なんですよね。じゃあそういう方に、存在価値がないのかって言ったら別にないことはないですよね。みんながねパーフェクトな生き方なんてできないですし、それは誰にとってパーフェクトなんだってことにもなるんで、そういうふうなことを言うとね、また問題が変わってくるんですよね。で、私が言うのは、欲しい人はメールを送りましょうってことだけなんですよ。別にいらないよって方は、やろうとしてる方の足引っ張る必要ないんですよ。もったいないと思いますよ、時間も手間も、だから自分の思うことやればいいっていうの、それは投資をやるんだとかね、ビジネスで自分で勝手に稼げばいいじゃんっていう人は自分で勝手に稼いでください。それこそコメントを書く時間ももったいないと思いますよ。だから絶対ね、そんなコメント書いたからって言っていいことにはなんないんで、だからね、ほっといてあげてくださいお金くださいっていう人はもらえばいいと思いますよ。声を上げれば言論の自由もあるし、別にいいじゃないですかそれは、ね、ただやっぱりやる気になってる人とか、何かをことを起こそうとしてる人をね、なんか出る杭は打つとかね、足を引っ張り合いにならなくてもいいんじゃないかなと思うんですよね。みんな自由にやればいいんじゃないですか。で、気に入らない動画見に来なくてもいいですしね。で、私の動画とかあやさちゃんの動画見てそうだそうだと思う人は仲間ですから、それはコメント欄ね書いていただくのもいいですけども、ただね、コメント欄に書く手間があるんだったら同じ手間で官邸にメールしてください。メール送りましたってね、確認メールくれなくていいですから。確認コメント、もうまさにね、その確認コメント書く手間にもう2回メール打ってください、官邸に。で、明日もメール打ってくださいね。明後日も毎日菅総理に官邸にメールを送るとね、フォームがあるじゃないですか。あれでパンクするぐらいやってください。そしたら、この前ね、河野行革大臣ね、あれ3000メールぐらい来て、もう一時受け入れをストップしたって言うでしょ。あのぐらい5000メールぐらい打ってパンクさせることぐらいできないですかね。そしたらやっぱりさすがにニュースになったりね、波紋を呼ぶと思うんですよ。ね、定額給付金第2弾出せみたいなニュースが盛り上がったら、あれがツイッターでね、トレンド上がったら、それは実現に近づくんじゃないですかね。少なくとも河野行革大臣 のメールボックスが潰れたぐらいにね、もう受付を一時停止しますって言わせるぐらいのことを官邸にメール送ればいいと思うんですよ。本気で10万円とか欲しいんだったら。欲しいでしょ、やっぱり。なんか欲しいと思うだけとか、ちょろっと私のところにコメント書くだけじゃ何も変わんないですよ。それはね、私が、ああ、よかった、同調者が生まれた、よかったなって思うだけで、やっぱり官邸に直接メールを送ること、その押し寄せるね、圧力でやらにはいけんなって気持ちにさせることだと思うんですよ。で、仮にこれがうまくいかなくても、一緒に何かをやろうとしたっていうその事実は残るじゃないですか。この事実で次の協力を私たちはしていきましょう、ね、で、今回の動画のまとめになりますけども、権力者とか成功者っていうのはしつこくやって、そしてすぐに権力者同士、成功者同士で協力するんですよ。だから成功するし権力を握れるんですよね。でも権力もないし成功もしてない人は何をするかっていうと、すぐに人がやろうとしたことにちゃちゃを入れたりね、少なくとも協力しようと思わないでしょ。で、ちょっとやったら諦めるでしょ。
鑑定にメールも1回やったらもう終わりみたいな感じになっちゃうんですよ。毎日送ってください。1日にもう1時間に1通ぐらい送っても全然いいですから。でそうやってぐわーっとね送り続けて本気度を見せてあげないと、ね、それはメール1通で10万円もらえるんだったらほんの楽なことはないですよ。そうじゃないと10万円分メールを送るって作業してみてください。時給1万円ね、時給1万円で働いてるとしても10時間ずっとメール打てますかってことなんですよ。コピーペーストでいいんで、そのぐらいの本気度見せないと、やっぱりねちょろっとなんかメール送っただけ、ちょろっとコメント送っただけでは何も変わんないと思いますし、動かせないと思います。これは今回のことに限らずですよ。どんなこともですよ、うん、どんなこともしつこくしつこく繰り返していく。それ繰り返す中でまた工夫をしていく。そしてやりながら周りの人にも呼びかけていく。そうするとね、しつこくやってる人がいるんだったら、私も動画いっぱい撮ってるでしょ。だから最初は見るだけの人もコメント書いてくれたりとか、ちょっとメール打ってみようかなっていう風になるわけですよ。しつこくしつこくやるんですよ。しつこくやる、繰り返しやる。でちょっとね、人の足を引っ張るようなコメントもくじけない、もうどんどんやり続ける。それに尽きると思いますよ。諦めるのが早い、それじゃうまくいきません。とにかく人にお願いするわけですから、人に頼むわけですから、もしくは人に指示を出すわけですから、言うこと聞くまでやるしかないでしょうね。で結果は言うこと聞かれなくてもやったっていう事実だけは残しましょう。その繰り返し積み重ねがきっといつかね、自分の要求が通るような世の中を作ると思いますし、やるだけやったんだっていうことが自分の人生の自信になってきます。やるだけやったんだってことを繰り返していったら、そんなに強い強靭なマインドはできるわけですよ。でもまあもうちょっとやっとけばよかったかなとか、あの時本当に本気になっておけばみたいな人生だったわけじゃないですか。あの時ボタンを書き間違わなければとかね、あの時真面目に勉強しておけばとかね、あの時の試験に通っておけば、みんな後悔ばっかりですよ ね。逆に言うと、充実してやりきったそんな人生を送っていたら多分今困ってないんですよ。でもどっかでね手を抜いてしまった、どっかで問題を将来送りにしてしまったんですよ。未来に期待してしまったんですよ、自分の未来に。でもその時点でやってないんだったら、それ以上の未来が来るわけないんですよ。自分が壁を突破したから、もっと突破できる未来がそこに待ってるだけだってね。今日やらなかったことってのは、ずっと永遠にそのやらなかったって事実とできてないって事実が残るだけで、頑張らなかった過去っていうのが未来永劫自分の足引っ張りますからね。だからこの辺で奮起していかないといけない、私はそういうふうに思ってますけどね。いかがでしょうか。私も40歳まで借金だらけで何も挑戦しない日々でした。なんか現実味のないような日々を送ってきて、なるべくサボろうとかね、ぐうたらしようとかね、うまい汁だけ吸おうと思ってました。それこそ自分は行動せずに人に指示を出して、時には脅してねやらしてました。でも今は違います。誰も期待することなく、自分の行動で、自分のセンスで、自分のね責任で、全てをつかみ取ろうと思ってます。まあ、そうすることがもう出発点にならないと何もね達成できないし、人が見てもね、どうせ言うだけじゃんになるわけですよ。じゃあ実際の行動して結果を残してくる毎日を送っていた人が、やっぱりね人を説得できないわけないと思うんですよね。少なくともやらない人、すぐ諦める人よりは、やる人、結果を残す人、もうしつこくやれる人、継続できる人の方が多分問題を突破する能力は高いと思いますから、もう私はねみんなでそれを目指せばいいんじゃないかなと思います。じゃあ動画のまとめに入りますけども、一人の一歩より100人の一歩、これでいかがでしょうか。一人誰かが頑張ってゴーって突破してくれるのを待つんではなくて、みんなでちょっとずつの一歩を踏み出すんですよ。そうすると一人一人の力は弱くても合算してものすごい力になるじゃないですか。でみんなでやりましたってことになるでしょ。でもね、誰かがやってくれることを期待してとかね、どっかのね山本太郎さんじゃないですけども、誰かが政権を変えてくれる豊かな将来を約束してくれるイエス・キリストがいつかやってきてこの地上をねきれいにしてくれることを期待して何にもしないんだったら、それはねイエス・キリストなんて来てくれないですよ。山本太郎さんもね人のためにやろうと思わないですよ。立花隆さんもそうですよ。誰もやらないのに、ええかになっちゃいますよ。自分の幸せだけ追求しようになっちゃいますよ。他者に期待する人っていうのは、期待するだけのものをね捧げないといけないと思います。私はね、わかんないですけどね、皆さんどう思いますかってことですけども、私はこうやってね勝手なこと言ってるだけですけどね。はい、それじゃあまあいってらっしゃい。